シムを伝説は、テレビ埼玉で毎週土曜24時24時30分に放送されているパチンコパチスロ番組である。番組枠自体は2007年4月放送開始だが、時期によって番組タイトルや内容が著しく変化しており、現在のスタイルでの放送は2012年7月7日から放送されている。放送時間は、正味29分間で、 CM スポットが一つも入らない。2021年1月まで番組の収録場所であった、田シファミリーランド2012年7月7日より、マリカハイハイの新王伝説として放送されている。それ以前の番組スタイルは口述する。南マリカ、ハイハイがそれぞれ自腹実践。ゲストは自腹か番組からの軍資金を得て実践するかを選択することができる。 勝利した場合は視聴者へのプレゼントが提供される。2012年10月末をもって、南マリカが降板。ハイハイの新王伝説に題名を変更。2013年6月末をもって、ハイハイも降板して、現在は単に新王伝説として放送されている。2019年3月までは、放送局であるテレビ埼玉が制作し、著作権を保持していたが、4月以降は、 制作協力していた西東京ネオグラフィックスが制作調査会社となった。新型コロナウイルス感染拡大防止によるパチンコ店休業を受け、2020年6月分に当たる4週間放送を休止。7月から第1週より放送再開。スケジュール都合からこの回はチャンピオン棚店での収録となった。2020年12月第4週をもって一旦最終回。 長らく収録場所としてきた、田梨ファミリーランド、出玉を田梨店での収録をラストとする。2021年2月より番組をリニューアルし、再開。番組収録は、埼玉県、ジャムフレンドクラブ朝霞店及び、日高店となる。これに伴い制作会社は変わらないまま、制作著作が、西東京ネオグラフィックスからディアスに移行。また正式な番組名が、 ジャムトマ。新王伝説に変更される。突起ない場合は2018年5月現在、番組開始から番組タイトル、内容が大きく変動している。以下に、その詳細を記す。2019年9月より毎月代の入れ替え時期に、作戦会議と題して、新代の私有、紹介を行う。作戦会議は21時から約40分。私有。 即打ちは営業後の25時から約1時間、YouTube ライブで配信。出演者は DMM パチタウン所属。翔宅、水木綾は2020年4月より番組本編でもレギュラーとなった。新型コロナウイルス感染拡大防止のため2020年3月24日、配信分後最後に休止。ありがとうございます。